こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は、自前 SR35 とオール PN 以下のフリート高校キャラで、最終経験点1万点以上を目指すサクセスをやっていきたいと思います。でですね、昨日、僕のサクセスで、フリート高校キャラなしデッキで PG を作るという動画を出しました。で、その時に皆さんから、確かにフリート高校のキャラはいないんだけど、デッキ編成がかなり難しいというご意見をいただきました。申し訳ございませんでした。で、それを踏まえた上で、じゃあ、こう、初心者用、もしくは、まあ、少し、こう、サクセスやり始めたよという方用に、オール PN プラス SR35 自前で、経験点1万点を超えるフリート高校サクセスをすれば、ある程度、こう、どういう立ち回りをすれば経験点が出るとか分かりやすいんじゃないかなということで、これをやっていこうかなと思います。で、ベースこれにすれば、ま、さすがにその PN 以上のキャラをお持ちのパターンの方が多いと思うので、こう参考にいただけるところが多いのかななんて考えております。で、いろいろ考えた結果、型固めですね。で、全経験点を取っていくような形が取れたらいいのかなということで、石神と、あとは、寺道くんを、SR 以上は借りて、あとは、オール PN フリート高校キャラでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。招き猫とカロリーバーです。おう。ああ、そうかそうかそうか。フリート高校のキャラが2体いるので、ここのネズミは5になってます。ただ、そう、2人とも、PN なので、青いです。評価がね。なのでこっち行きましょう。あ、そうか、そうか。こういうことも考えなきゃいけないのか。今なんか、あれネズミ5だけど、なんだろうっていう感じになってました。で、まあ、このサクセスの趣旨は、やはり、ネズミをうまく積んで、しっかりと経験点を、まあ、暁からですね。経験点を、1万点以上を超えようっていうところと、あとは、そうですね。まあ、そのサクセスを見ていただいて、こう、なんか、いろんなことを、こう皆さんに参考にいただけたらいいのかなーなんて思ってます。で、これどっち行こうかな。上行くか。なあ、これは成功してほしかったなー、さすがに。やる気なくなりましたね。で、まあ、ここも同じ現象ですね。ここはまあ、五十嵐見ましょう。まあ、ここも同じ現象が起きてますね。誰かいるんだけど、ちょっと違うっていう。誰かいるんだけど、ちょっと違うっていう。七井くんでいいかな。うん、七井くん見ますか。で、まあ、経験点を出したいので、結構コツに関しては、まあ、ちょいちょい潰してった方がいいかなっていうのもあります。反論する。わ、7ありがたいですね。あ、ただ、ああ、そういうことか。そういうことか。そうかそうか。どっちが正解なんだろうな。まあ、なんか、それを見ると、うん、まあ、寺道のタックもしますしね。これは後ろ行きましょう。まあ、合わせをその、間に合わせる必要がないっていうやつですね。これ、いいやつ取っときましょう。うん、これは同じみたいですね。イベントが。おぉ、ありがてえわ。ここは、七井くん取りましょう。で、七井くんが、逆境とか取れないか。はい、普通に踏みまーす。で、今、4-4で荷積みが揃っているので、これはもう出航かけてもいいし、まあ、肩とかがまた、こう、うまい荷積みになれば美味しいですね。チームメイト評価をとにかく上げたい。うわぁ、福井部両方とも失敗した。で、どうしようかな。あ、ここ踏むか。うん。それか、もうこれ踏んでもしょうがないので、先に進むのもありだと思います。まあ、エビルで円卓に行くのか、まあ、マントルだと、肩キャラがね、ゴブリンがまたいるので、まあ、そういうところがいいかなとは思います。これ評価上げようかな。どうしよう。上げとくか。まあ、またここでタックを発生させられる可能性もありますからね。で、ここは最大値上げましょう。うん、そう、こういうのが出るからね。で、このタックを拾うかどうかがかなり悩ましいところではあります。正直、肩が赤なところに行ければまたいいとは思うんですけど。まあ、連続で行けるかっていうのもあるんだよな。そう、岩井とかがいるので、まあ、それも、しらすもありかな。これは踏みましょうか。肩もう一回ぐらい踏みたいですね。ここは、どっちでもいいんですけど、イチゴ外野手成功させられる可能性もあるので、行きましょうか。査定的にはやっぱ上行った方がいいですからね。あー、うまい。それは待ってました。
で、盗塁アシストぐらいは取りましょうか。まあそのある程度こうどれぐらい選手ランクも行くんだろうなっていうのは一緒に見たいので、まあその査定のところもね、選手ランクの方も意識しながらやっていきたいです。千丸来い。あー、まあないか。初期値だが、あ、さすがに成功しないか。で、これで突っ込んでいくんですが、ホーム突入は取ろう。で、知らせいきますか。さすがに成功しなかったっすね。で、ここはネズミかなりうまくできたんじゃないかなと思います。で、フリート高校のキャラは、やはりこういったネズミ、まあ、出航した時に、いろんな経験点くれたりとか、まあ、いろんなメリットが大きいので、まあ、やっぱり連れてきた方が楽だろうなとは思います。自分の才能。ああ、いいですね。これは踏もうか。7なかなか取れないですからね。でもその肩が赤のところは当然滞在時間長くしたいんですけど、まああんまりこう、なんでしょう、その、なんて言えばいいのかな。滞在時間長くしてもそれはそれでまずいので、まあ先に進めるようにはしていきたいですね。ゴズミか。どうしようかな。これ合わせが一応踏めるな。か、縦発進を踏んでいくか。まあ、ニズミ、中心でいいか。守備移動1。これ、まあ、ラッキーボーイでいいかな。うん、これはまあ、合同上げながらでいいんですが、8、7。カンパチなぁ。カンパチいいのかなぁ。あー、カンパチいつ抜きましょうか。早っ。肩来い。わー、守備うまいっすね。なかなかいい。頑張っている。これは拾ってあげましょうか。カロリーバーもあるんで、まだ。で、今、鈴木だったか？びっくり。あ、違うか。石神か。左、怪我しにくさ、早急、競争心。確か競争心は取った気がするんだね。あ、取ってますね。行きましょう。うん、これはナイスなタックですね。あとは肩とかが踏めれば。鈴木もこれで両方行ったかな。筋力取っときます。さすがにやることない時に滞在しててもしょうがないので、出航ですね。で、これどうしたらいいんだろうな。縦足とか行きそうなんだけど、評価。火事が一番行ってほしいのは当然なんですけど、黒金かな？まあ、その、明鏡が肩赤いっていうのはあるんだが、しかし、どっち優先かな。まあ、岩井が肩キャラなんですよね。ただ肩キャラいねえんだな。ちょっと僕も方角がわかんないんですが、赤の肩キャラにします。で、マントルとエビルも赤方なので、まあ、こっちに進んでいくのがいいのかなというふうに思います。ちょっとわからない、僕も。やっぱりその、かなり手探りになりますね。自分の中でこうやったことないデッキとか、こうま、想定だけで進めるっていうのは。で、明鏡行きましょう。で、合わせエピローグぐらいはもらえる感じにしたいけど。うん、悪くないですね。3色ボーナスはちょっと入らなかったですね、今回。おぉ、いいじゃないですか、メンタル。しかも、しどりみのことちゃんと結べますね。なるほど、ここはネズミ5でいいでしょう。まあ、5のネズミはね、全然それだけ得だと思うので。わあ、うまいわ。それは、しどれみナイスだね。これは普通に乗り越えるしかないな。オッケー。5、5で詰めました。だいぶうまい。まあ、ここはしょうがないですね、正直。正直どうしようもないし、肩、どうしようかな。もう出航がかけられないか。かけられないですね、まだ。で、ここは行ってやる気か、モテモテのどっちかだとは思いますね。
ただエピローグこれ入れてもしょうがないと思うんで、気合でやる気で。で、まあこういうことですよね。肩が入った時に強くなると。で、パワーヒッターは取れますが、さすがにあれは取れないと。後ろのやつは取れない。でもこれ相当強くない？これ言ったらって、ネズミ上手すぎないか。オール5で、30で入るんで相当強いですね。あー、やる気なくなっちゃったか。それはもったいないですね。ここ一回踏んで、大声と火事上げてもいいと思います。あとはまあ、その行きたい高校に行けるかどうかっていうのと、ネズミの、うわー、うま。これちょっと恐ろしい点差入りそうですね。ただ肩が赤ではないっていうところが、まあ一つ、こう、懸念点としてはある感じですね。ただまあ、金倉に流れられるとか、いろんなことを考えなきゃいけない。そう、まあしかもシラスも一応終わってるっていうのはあるのと、ここ2倍付け2箇所で5なので、これさすがに、行きましょう。まあ、だいぶうまさが違うと思います。これはね。で、走塁と補給は一応上限が突破できると。まあ、査定的にも、まあ、アウトフィールダーミスっているので、どれくらいいけるかわかんないんですが、まあ、ここは2箇所行った方がいいんじゃないかな、というのはありますね。これは相当うまいですね。あ、ちょっと今肩踏めばよかったかな。早すぎたかな、出航。いや、相当出るんじゃないかな。いやー、でかいっすね。で、ここはマジで速攻で出航したい感はある。火事もそろそろ評価自体はいけそうですね。監督。まあ、ここはもう滞在するメリットゼロなのでバンバン行きたいっす。一応全経験点が入るように水鳥から拾っている感じですね。で、アマセの評価上げた方が良かったかな。うん、まあ悪くないでしょう。4531。技術精神でいいかな。あー、うまいですね。一応これは、大きいのが紫出してくれてって感じか。アベレージヒッター、走塁、盗塁。内野安打ぐらいは取りましょうか。あとは普通に行きましょう。で、さっさと出ましょう。ここはマジで滞在している理由がほぼないです。今みたいなラッキーでタックしてる時もあるんですけど。あ、これうまいんじゃない？あー、まあ悪くないっすね。大きいのがタックしてくれてますね。ただ、ネズミが増やせるわけでもなく、まあここも3、6とかっていう感じなので、ここはマジでメリットゼロですね。サクッといきましょう。まあ、暁でしょうね。この感じなら。暁に出航します。で、しっかりと全経験点入れながら、あと技術欲しいか。はい。OK、ナイス。それは大きい。うん、ここのネズミは正直大したことなさすぎるぐらいですが、まあいいでしょう。うわー、いいですね。素晴らしい。ちょっと誰か重なってて欲しかったな、もう一枚。縦端。守備移動とか一応1もらっていると思うので、抑えましょうか。この辺もったいなかったな。コブ。うん、結構いい選手にできたかもしれませんね。もしかすれば。うん。悪くないですね、普通に。普通に悪くないんだよな。うん。まあ、上限も突破できそうですし。わ、やる気がないんですよね。もったいないな。うん、ここは五十嵐を踏んで、連打と逆境？連打とかもらってないか。まあいいや。ここはしっかり拾っておきましょう。まあ青4で取れるんででかいんでね。メンタルで、ネズミしましょうか。美味しいっす。やる気を戻したい、とにかく。沖の PN ですけど、なんとか強いですね。なんとか強いな、こいつ。6取りましょうか。だいぶうまいですね、6取れると。ああ、いい、悪くない。
まあちょっと荷積みの3色ボーナスをなんか二重でかけるとかはできてないんですけど、まあ赤の肩にも戻れますし、マロントルとかにも戻れますし、全然いい形ですね。一回休みたいか。うん、一回休みたいですね。ちょっとやる気をとにかく回復したいですね、早く。じゃないとこの肩タックが発生した時に弱いんですよね、だいぶ。で、火事。か、青七。ちょっと待って、落ち着いて。この名鏡が、青と、そうか。じゃあこれは、あれなのか。泉はこれをした方がいいのか。っていうところと、どうせ赤のタックが発生するとかもあるかもしれないので、まあここは、なんか粘るより行ってもいいかなって感じだな。うん。ただまあ赤のところを伸ばしておいて、全経験点を入れるっていうのは全然ありですね。互換と強化も伸ばせますしね。次タックが発生した時は、まあ、そこに行けばいいしっていう感じです。ああ、発生したわ、本当に。どうしようかな。まあ、強いよね。寺道だし。こうは行きましょうか。まあ行きましょう。点数取れるしね。うん。まあここの型練習しか点数出ないですからね。で、ここは、まあなんとかいけそうな。上限はなんとかいけそうですね。で、しっかり迷宮に帰りましょう。うん、まあ、あと2個ぐらいですね、回れて。よしよしよし。全経験点をうまく入れながら、やっぱこのタックですよね。ここで稼いでいくと。で、気をつけなきゃいけないのが、そろそろ出航を、まあ、次のとこ考えなきゃいけないんで、それが、あ、円卓マントル。もうここで心中でいいかもな。うん。まあ、この高校で心中でいいかもしれないですね。じゃあ、タックかましていきましょう。うわ、8うまいな。これは、いいでしょう。8はでかいでしょう。なかなか取れない、8は。うん、6760点。結構いけそうですね。あと3000点ぐらいか。一回休みましょうか。OK。で、パワーヒッターは取っているので、まあ、そんなに、大ごけはしないとは思いますが。あとは上限は頑張って突破しましょう。うん。いいですね。行きましょう。イエイ、勝てました。次行きましょう。あ、強い。それは。ナイスタックですね。ただ赤ばっか積んじゃっているね。その関係で。うん、これは、もう出航していいんじゃないのかな。うん、出航してもう一回積んでいく感じでいいと思うけどな。403。技術か。まあ、片道が取るか。うん、まあ、このコツを取っていって、まあ、そこそこ使えるそうなやつは、いっちゃっていいかなと。いうのと、で、出航しましょう。マントルでいいですね。赤型なんで。
で、ここは全経験点がしどれみのところでしっかり入るので、まあ、そこが大きいかなと思います。わあ、素晴らしいですね。まあ、これはここでいいな。うん、かなり頑張ってタックしているとは思います。わあ、うまい。うまいか、これ。まあ、うまいのか。やっぱ、船積みタック、船積みボーナス、これがまあ非常に大きいですね。っていうのが、まあ、この、フリートキャラたちのタックを見てると非常に思いますね。これ頑張って通したいな。通したらちょっと跳ねますしね。か。ああ、ないね。はい。ナイス。だいぶ攻めが成功しました。で、彼女は多分できないと思うので、この感じ。なので、まあ、普通に進んでいくだけですね、あとは。で、一回休めないわ。ここは出航しましょう。で、ゴブリンが、合同が2なので、45オールくれますね。これは大きいです、最後のプッシュが。で、まあ、ここは休みながら、まあ、ここ、寺道と、あとは、まあ、タックをね、ガンガンしていきたいと、石神とね。っていうのと、あとは、ここはしっかり打ち損じしないように頑張ろうと。で、総力もこれ、間違いなく上限は突破できるので、まあまあ悪くない感じですね。はい、勝てました。次行きましょう。うん、タックは発生せずか。一応合わせ踏んでみましょうかね。あー、でもこれ絶対足りないか。モテモテじゃないもんね、そもそも。うん、これは無理ですね。普通にメンタル踏みましょう。これは間に合う兆しがないですね。で、まずここは突破した。うんうん、素晴らしいですね。満塁男とか取ってもいいか。あとは、この辺ちょっと整えましょうか。はい、行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。いい感じ、いい感じ。で、びっくり、寺道か。アベレージヒッターとかちょっと惜しいしな。粘り打ちは抑えましょう、直で。アメヒバ来れば、普通に取りたいし。オッケー。あー、これはまあメンタル先行った方がいいでしょうね。で、アベヒか。補給ポイントを使いたい感じですね。チャンス。あとは、ま、登り竜とか万竜男とかにはなるとは思いますね。うん、大打骨取るか。高速チャージもいい感じですね。ハゲタカ。ラッキーボーイを取ればいいやと。よしよし、悪くない。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。いいね、いいね。おー、光ってくれてる。ナイス。火事か。火事のタックはそんな強くないですね、正直。ただ、練習レベル5なので、まあ、そういったところで、結構なメリットはあるとは思います。うん、あとはまあ、ラッキーボーイと打開。一番槍取れれば。うん。金徳も本当に、思考の外野手以外はかなりうまくやってますね。はい、勝てました。次行きましょう。さ、ラストですね。あー、さすがに光ってないか。31。うん。33ありますが、ここは、ああ、でもどうだろう。31、31か。うん、あとまあ欲しいポイントによりそうですね。スカウト評価はもうマックスいってるので、まあどこ行ってもいいか。31。技術もらいましょう。うん。そうですね。あとはまあ終わってから振ればいいのかな。行きましょう。はい、勝てました。ということで、最終戦がこれで終わりです。さ、どれくらい行くんだろう。まあ、肩のところは友沢とかでもいいと思いますが、石神がいればまあベストですね。うん、1718点と。これでなんとか、まあ、ある程度形にできたかなと思うのと、まあ、査定的にどれぐらいいってるんだろうっていうのは気になるところですね。
うん、選手ランクどれくらいいったか気になるところですね、これは。で、そうだな、あと何取れば伸びるかな、何取れば伸びるかな。ものすごい精神の、これは。まあなんか綺麗な振り方がきっとあるんでしょうけど、ここは守備を。まあこれでいいかな。うん、まあムード取って、まあ投手取って、ひとまずこれでいいかな。投手取れませんね。はい、ということで、まずはこんな感じでできましたと。まあアウトフィールダー、まあその仕込む外足が成功すれば、これはより良かったかなという感じですね。行きましょう。おお、でも SS ランク乗りましたね。おお、はい。ということで、かなり頑張りました。自前 A35 と、オール PN のデッキですね。でも、なんとか、こう、SS ランクの選手を作ることができました。皆さんに参考にいただけたかな。まあ、荷積みのところとかがより見ていただきたいかなというところなので、まあ、こういったところをうまくやると、その、まあ、手持ちの関係とか、あとはまあフリートココのキャラはいた方がもちろんベストです。っていうのは多分見ていただけたのかななんて思ってます。で、まあもちろんそのレアリティのこともあるので、もっともっとレアリティ高ければ別にフリートココのキャラじゃなくても、ネズミをうまくやって練習をうまくやれば全然もっといい選手が作れます。まあフリートココの良さは本当にたくさんあるので、ぜひぜひ、この動画を参考に皆さんフリートココを遊んでみていただければいいかなという感じです。もうこれかなり頑張ったので、昨日のこともあったんでね、ぜひ、皆さんに見て楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。